はい、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画ではですね、美容整体師養成講座、今募集させていただいているんですけども、そのちょっと詳細と、の説明をさせていただきたいのと、あとはそういったちょっと考え方っていうのがありまして、迷っている方もね、おられると思うし、すでに申し込まれた方もおられると思うんですけども、でそれをちょっと受けるにあたってね、の考え方っていうのをちょっと説明させていただきたいと思っております。はい、では早速いきます。でまず、今募集させていただいているのは 何なんかっていうと、美容整体師養成講座と、養成講座なんですね。養成講座って何を養成するんですかって、美容整体師なんですけど、もう一言で言っちゃうと、私谷内のコピーを作るということですね。そもそもなんですけども、これなんで やるんですかって言ったら、結局サロン経営っていうのはエリアビジネスなんで、僕大阪なんですけど、北海道とか沖縄の人通えないじゃないですか、その違うエリアの人って、なんで問い合わせ来ても見れないんで、全国各地にですね、同じことできる人を増やしたいという僕の考えと、もちろんこれからのサロン開業においてね、僕の技術が武器になってくれたらいいなと、武器として使ってほしいという思いで、これを開催させていただく予定です。なんでこの養成講座、中身としてはですね、6ヶ月なんですよ。6ヶ月間のスクールになってます。6ヶ月のスクールになってます。で、何を教えてくれるんですかというと、もう一言で言うと、今僕がこのサロンでやっている技術、メニューっていうんですかね、を丸々お教えします。そのうちの一つが小顔スイッチなんですけど、要は筋肉をほぐすっていうね、小顔にするっていう技術ですけど、でその他に、体の方もあります。歪みを整えるね、反り腰とか猫背直したりとか、お尻ちっちゃくしたりとか、美脚とかですね。そういった姿勢矯正っていうんですかね、そういったものも合わせて、僕はさせてもらってるんで、それをお教えすると。で、同じことができるようになると、6ヶ月間頑張ってね、というのが養成講座の中身になっております。ただ、技術っていうのはそのどんだけすごいかって見てみないと分かんないじゃないですか。これは分かったけど、実際に僕が、どういうふうにな考え方でやってるのか、どういうふうなタッチでやってるのか、どういうふうなスピード感でやってるのか、どういうふうに施術を何ていうのかな、組み立ててるのかっていうのは、見てみないと分かんないですよね、実際に。なんでその見てみないと分かんないんで、見てもらうのが、小顔スイッチ体験会になってます。なんで流れとしては、小顔スイッチ体験会で体験していただいて、あ、これはすごい使えるなと、役に立つぞと、自分のエステティックのメニューに組み込めそうだとかね、治療科の先生だったら、あ、これは小顔矯正として使えそうだ、要は、単価をアップ、売り上げを上げれそうだとか、01の人だったら、あ、この技術身につけてお客さん喜ばせれそうだなって、そういうふうに感じていただければ、6ヶ月間一緒に頑張りましょうというものになってます。これが全体像になってますんで、これをちょっと分かった上でちょっと来てほしいんですね。じゃないとただ2時間半ぼーっと座ってるだけになっちゃうんで、何の意味もなくなっちゃいますんで、これをしっかり把握しておいてくださいということですね。で、今回この動画では、その考え方っていうかね、その治療科の先生とかは、僕もそうですけど、もうセミナーとかも行き交わしているじゃないですか、技術セミナー。なんでこういう半年間とか1年間とかで、スクールでね、技術を学ぶっていうのはもう慣れっこなんですよね。なんで、そういうもんやなと思ってるんですけど、やっぱりゼロからやる方ですね、今から頑張ってみたいっていう方っていうのは、そういうのを受けたことがないと思うんで、でいろんなの迷ってると思うんですよ。どんなスクール行ったらいいんかなとか、どの技術がいいんかなとか、何を仕入れたらいいんかなって迷っておられると思うんですけど、それを選択する考え方っていうのもあるんですよね。
要はもう失礼ですけども、素人が変に考えて変なもの掴んじゃったらもう本当お金もったいないというか、もう言葉悪いですけど業者のカモにされるんですよ本当に。なんでそういうのをちょっと気をつけてほしいというか、あのなんて言ったらいいのかな、トラップに引っかかってほしくないんで、今からそれをお話しさせていただきます。はい、あなたが騙されないようにするために、重要な考え方というか知識です。はい、ではいきます。一つ目ですね。一つ目は高く仕入れて高く売る。はい、これどういうことなんかっていうと、ビジネスって一言で言うと安く仕入れて高く売るなんですよ。例えば100円で仕入れて200円で売る、そしたら100円が粗利になります。そうですよね。でダイソーさんとかだったら、100円で売るために何本ぐらいで作ってるのかな、まあ、10円で作ったとしましょう。多分もっと安いと思いますけど、10円で作って100円で売ると、そしたら90円が粗利ですよね。はい、まあ、もちろん人件費とか輸送費とかそこから引かれますけど、まあそういうことです。はい、でドン・キホーテさんだったら100円で仕入れて1000円で売るみたいな、まあ結局は売り値よりも安く仕入れてそれをバーッと販売して売り上げを出すんですよね。うん、安く仕入れて高く売るなんですけど、この安く仕入れて高く売るっていうのは大量に注文が必要ですよ、ロット数が。うん、そして全国規模で店がないとできないんですよね。つまり大手の戦略だってことなんですよ。大手、資本金がめちゃめちゃあってお金めちゃめちゃある大手の戦略なんですね。でこの戦略っていうのは、僕たち個人だったりとか中小零細企業っていうのは取れないんですよ。取れないです、無理なんですよ、資本金が少なすぎるんで。はい、だってあなたが貯めた貯金で、ね、ダイソーに勝てるかっつったらそれ無理じゃないですか。じゃあ僕たちはどうしたらいいんですかというと、高く仕入れて高く売ります。高く仕入れて高く売る、つまり価値のある高いものを仕入れてそれをより価値を高めて売るっていう必要があるんですね。はい、まあ営業とかねセールスやったことある方は分かると思うんですけど、ほとんど商品で決まるんですよ。どんな天才のセールスマンがいても商品そのものがしょぼかったら売りようがないんです。ここがめっちゃ重要なところなんですよ。最初で何を仕入れるか、要はそのサービスが何かによってどれだけ販売できるか売り上げを上げれるかっていうのは決まってるんですね。わかります？なんで価値のあるもの、まあ価値のあるものは高いんで、高いけど価値のあるものを仕入れるようにしてください。はい、で仕入れるって何ですかって僕たちセラピストの業界で言えば技術になるわけですね。はい、まあ、結論を言うと技術になるわけです。いい技術を高く仕入れて自分のサロンで高く売るんです。はい、間違えてもなんかワンデーセミナー3万円みたいな、そんな技術セミナー行かないでください。それは安く仕入れて安く売るです。一番ダメです。はい、そういうのは本来大手の戦略というか、安く仕入れてバーってやるっていうのは、要は業界で言ったらテモミンさんとかリラクーさんとか、そういうのになるわけですね。はい、僕たちはそういう戦略ではダメです。高く仕入れて高く売る、レベルの高い技術を仕入れてそれを高く提供する、これしかないです。はい、まずこれが一つ目ですね。高く仕入れて高く売る。はい、で二つ目が、あ、ちょっと間違えたぞ。ちょっと漢字がこうですね。はい、はい、2つ目は機械か技術かっていう話をさせていただきます。これ何なんですかっていうと、じゃあいいものを高く仕入れてくればいいんやなっていうのは分かったと思うんですよ。要は自分の武器になるものを仕入れればいいんだなっていうのは分かったと思うんですよね。でここで2つ目に、普通の人が考えるのは機械なんですよ。要はキャビテーションだとかなんちゃら
肌とか、まあ、最近だったらねハイパーナイフとか流行ってるじゃないですか。なんかよう分かりませんけどあのそういう機会があると思うんですよね、はい、で要は例えばあなたが、100万円の、予算があって何か仕入れないといけないってありますよね。サロンやるにあたってじゃあ100万円で機械買うか100万円でどっかスクール行くかっていうのになると思うんですよ、はい、じゃあおのおのどういう風になるのかっていうのを今から説明します。はっきり言います。もう結論から言うと技術の方がいいです、はい、でそういう目で聞いといてください、はい、でじゃあまず技術からいきますね、技術を例えば100万円で仕入れるとするじゃないですか。そしたらどういうことが起こるかっていうと、100万で技術を仕入れましたと仕入れましたとするじゃないですか。でもともとあなたが1時間を何本にしようかな、まあ、分かりやすく 1万円にしますね。分かりやすくね、分かりやすくですよ。1時間枠を1万円で取ってたとしましょう。もともとであなたがさらなる技術スキルアップのためにこの技術を導入したとしましょう。そうするとどうなるかっていうと早く結果が出せるんですよ。レベルアップするから、はい、そしたら30分で仮にですよ倍の能力が身についたとして30分で1万円取れるようになるんですね。そうじゃないですか。だって結果を早く出せるんだから時間を短くできますよね。そうすると30分で1万円なわけだから1時間だったら2人見れるから、2人見れるわけだから2万円になりますよね。時間単価が、はい、レベルアップしたことによって時短ができて、枠が空いたわけだから1時間あたり2万円を稼ぐことができるということになります。わかります、うん、そういった技術に100万円投資したらあなたは、時短によって、時間単価が上げることになった。これは素晴らしいですよね。これは OK なんですよ、はい、じゃあ機械はどうかっていうとあなたが1時間1万円でやっていたとして機械を導入したらどうなるかっていうと機械の時間は増えますよね。なんか別にキャピテーションでも別にハイパーナイフなんでもいいですよ。なんかここやってる時間が増えますよね。そしたら1時間まあ半としましょう。1時間30分施術時間がかかりますよね、はい、ということは時間が長くなるっていうことは当然単価は上げないとダメじゃないですか。同じ1万円でやってたらおかしいですよ。100万円の機械買って時間伸びてるのに、はい、この100万円回収しないといけないですかね。そしたら1時間半で、まあ、例えば、1万5000円とかにしましょうか。これいらんわ。なんか ややこしい書き方しちゃいました。1万5000円にするとするじゃないですか、はい、つまり 1時間がなんかマッサージして30分機械当てたってことですよ。そういうことですよね、はい、そしたら時間が伸びた分だけ単価は上げないといけません。で、あ、単価上がるんだったらええやんって一瞬思うんですけど考えてほしいんですよ。高くなってるっていうことは販売しにくいんですよね、はい、当たり前ですけど高いものを売るよりも安いものを売る方がセールスは楽なんですよ。販売力は販売あなたの販売力は小さくて済むんですよね。高いものを売る方が難しいです単純に、はい、いやもちろんですね、あの高級志向のお客さんが来てるっていうんだったらいいんですよ。要はもう高いものにバンバン金払ってそれがステータスに感じるような属性のお客さんを集客できてるんだったらもちろんそれはいいんですけど戦略的には、まあ、そんな人ゴロゴロいないじゃないですか普通は、うん、なんで高くなった分売りにくいんですよ、うん、でもしあなたがめちゃめちゃ営業力あるんだったら別にいいんですけど、まあ01でねやろうとされてる方だったらその営業とかもしたことないじゃないですか、うん、そしたらこれ難しいんですよ実は、うん、そしたら、うん、これじゃあ売れないからじゃあ1万円にしようとか言い出すんですよね今度。そしたら見てくださいよ、もうただ時間伸びただけですよこれ1時間が1時間半になって値段一緒になってますやん、はい、そしたらこれもう労働増えてるだけですからこれ、はい、
つまり機械を買ったところで疲れるだけっていうね、いう問題が一つあります。でもう一つあります。これもめっちゃ重要です。100万円で技術得ました、100万円で機械、買いました。これをその瞬間は確かに同じかもしれないけど、3年後、5年後、10年後っていうスパンを見てほしいんですよ。これめっちゃ重要な話ですからね、はい、技術に100万費やしました。それができるようになりました。じゃあ3年後、5年後も極端にいきましょう。10年後あなたはどうなってると思いますか。この技術をスキルアップして10年間黙々とその技術をお客さんに提供したらどうなってると思いますか。まあ、どうって言われてもあれかもしれないですけど、まあ、答えはゴッドハンドです。そりゃそうじゃないですか。まあ、僕も12年目ですけど、もう10年やったらそれなりにものになりますよ、うん、はい。まあ、3年5年10年どんどん上手になっていくってことですね、はい、上手になっていきます。つまり上手になっているということは価値が上がってるんですよ。わかります？だってそうですよね。ゴッドハンドなんだから価値高いじゃないですか、はい、じゃあ一方機械はどうなってるんですかって言って、まあ極端に考えましょう。3年後5年後10年後この機械はどうなってると思いますか。どうなってると思いますか、あなた。はい、これはもう簡単に答えれます。機械は壊れてます。はい、つまり価値はダウンどころかゼロです。はい、まあ、仮に壊れてなかったとしても新しい機械出てきてるんで、古い機械いらないじゃないですか。いらないとか使えないじゃないですか。はい、要は時代のによって新しいの出てくるんで、はい、価値は下がってるっていうことです。はい、しかも価値が下がってるんだったらまだいいですけど、機械ってめっちゃしょっちゅう壊れますからね、これ。僕も友達のエステティシャンいっぱいいますけど、もうキャピテーションとかもよう壊れるらしいんですよ。50万とか100万円で買ってるやつですよ。そしたら壊れてる間お客さん見れないじゃないですかね。その武器を奪われちゃってるわけだから、はい、そういった営業にも支障があるし、プラスのコストもめっちゃかかります。はい、一方技術はですね、はい、もういつでも練習できるし、お客さん見るごとにスキルアップするし、10年経ったらあなたはゴッドハンドです。はい、まあ、町一番、いやそれどころかもう日本で一番の技術者になってるかもしれません、はい、っていうことなんですね、はい、どっちが投資した方がいいかっていうことなんです。まあ、最初に言いましたけど僕はこっちだと思います。はい、いろんな意見あると思いますけど僕はそう思います。はい、これが機械か技術かっていう話ですね。はい、あともう一つ、スクールのシステムって話ですね。あ、危なかった、機械買うとこやったみたいなね、人おられるかもしれないですけど、じゃあ、特殊技術を学ぼうってなるとするじゃないですか。まあ、何でもいいんですよ。技術をなんか学びたいってなって、まあ、どっかスクール行こうってなるじゃないですか。で、このスクールの選び方っていうのもポイントがあります。はい、どこでも行きゃいいっていうもんじゃないんですよね。はい、で、まず大前提としてなんですけど、ポイント1、実績があるか、これも絶対見てほしいんですよ。よくあるのが、巷のエステスクール、もう大阪エステスクールって検索したらもう山のように出てきます。本当に一回見てみてください。本当にもうあなたの地域でいいんで、腐るほど出てきてますけど、その人、その先生、実際にお客さんに施術して、自分のサロンで売り上げ上げてるんですか。
お客さんいっぱい来てるんですか、その人。それを見てほしいんですよ。で、多いのが、その、本人全然、サロンとかやってないのに、教えてるとか、本当、悪徳なところだったら、その卒業生のね、スクールに通ってるじゃないですか、1年とか2年とか通ってるじゃないですか、その卒業生がそのままバイトで講師やってるとかあるんですよ。はい、そしたら卒業してそのまま講師やってたらもう現場経験ゼロじゃないですか。現場経験ない人が講師をやってるところとか結構多いですよ。本当に実績ゼロです。実績どころの話じゃないです。実際のお客さんにやったことないみたいな人いますからね。そういうのを見てください。気をつけてください、はい、で2つ目は、システムのところなんですけど、期間、期間なんですね。で、そういった普通のスクールのいいところは1年とか2年とかやってくれるところなんですけど、普通じゃあその実績のある先生に教えてもらうってなったら結構多いのが、ワンデーセミナーだとか、3日間で50万とかそういうとこあるんですよね。実際僕の知り合いで、東京になんかすごい芸能人とか見てるフェイシャルエステの先生いるということで、3日で50万円の、セミナーです、技術セミナーにね、行かれた方がおられました。はい、じゃあその3日で50万が別に高いか安いかで、僕は別に普通だと思いますけど、だって芸能人見るぐらいのレベルなわけじゃないですか。そういう技術が学べるんだったら50万の価値はあると思うんですけど、問題はそのシステムなんですよ、その3日間で教えますって言うんだけれども、実際にそこに行ってどうだったんですかって言ったら、確かに教えてくれはするんだけれども、テキストがないんですって、はい、その見るものがね。でテキストがないんだったらなんか動画とか撮っていいんかって言ったら、動画撮影はダメなんですって、はい、じゃあもともとあるなんか動画をくれるんかって言ったらそれもないんですって、で、そしたら復習できないじゃないですか。ね。で、じゃあどうやって復習するんって言ったら、メモは取っていいですよって言われたんですって。メモ取っていいですよって言われるんですって。こうなんか、メモね、自分で取ってくださいって言うんですけど、フェイシャルエステやから、やってる時も手ベトベトじゃないですか、これ。ジェルついてるから。ジェルまみれでメモ取れなかったんですって。もうめっちゃ笑ける話ですね。コントかって思いましたけど。はい。で終わった後にコンビ組んでた人とそのコース終わなんかセミナー終わった後にどうやったっけとか言って思い出してメモ取ってたっていうんですね。はい、それどう思いますか。はい、要はそのシステムとして成り立ってないんですよね。はい、3日で教えるはまあいいかもしれないけど、でその後のフォロー体制があとあるかどうか、これ期間っていうのはフォローのことです。例えば3日間で覚えました、じゃあお客さんに実際家帰ってやりました、実際にやってみてからの方が疑問点って多いんですよ。はい、わかります。習ってる最中よりも、じゃあそれを実際にお客さん患者さんにやりました、あこういう人難しいなとか、ここができなかったな、こういうパターンの時はどうしたらいいんですかって質問いっぱい出てくるんですよ。それをフォローするような期間設定になってるかどうかです。はい、例えば3日で50万、それはいいんですけど、その後に例えば月に1回勉強会があるとか、質問をするために何かそういう、直接会える場所があるんだったらいいんですけど、大体こういうとこはないんですよ。はい、3日間やりました、はい、おめでとうございます、卒業です、ディプロマあげます、はい終わりみたいな。その後実際のお客さん見て質問が出て もう誰に聞くこともできないみたいなね、そんな実践で使えないじゃないですか。ただその時練習したっていうだけですよね。全く意味ないです。はい、こういったシステム上に問題のあるようなスクールっていうのは本当に気をつけてください。はい、僕はそういうの大嫌いなんで、期間を長めにとって、フォロー体制をするようにしたいんですよね。はい、で半年間が終わった後も月1回はねフォローできるような体制を整えたいと思ってるんで、はい、その辺は安心していただいて、はい、別に僕のところじゃなくてもいいんです。そんな素晴らしい技術っていうのは他にあると思うんですけど、変なところに引っかかってほしくないんですよね。はい、こういったフォロー体制がしっかりしているか、
そしてその人、その人にそもそも実績があるんかっていうことですね。はい、これを、絶対見てください。もう絶対に見てください、本当に。はい、まとめますと、高くいい技術を仕入れて高く売るですね。はい、で2つ目は機械と技術を比べたんだったら、機械っていうのは10年後に価値ゼロです、壊れてます。技術っていうのは10年後磨けばあなたはゴッドハンドです、はい、もう日本で一番の施術家になってると思います、はい、まあ日本で一番大げさかもしれないですけど、うん、上手になってるから価値は上がってますよね。そしてじゃあそれを学ぶスクールはどういうふうに選んだらいいんですか。まず実績があるのか見てください。その人自身にほんまにやってる人なんかどうか、はい、現場全く知らない人いますよ本当に、はい、で期間設定だとかフォロー体制がちゃんとあるのかどうか、はい、そういうのをしっかり見極めてください。はい、はい、もう一度だけですね、美容整体師養成講座の話をまとめさせていただきます。はい、で美容整体師養成講座自体は6ヶ月間のスクールになっています。ただ、僕の技術っていうのを見てみないとわからないと思います。はい、なんでその見てもらうためのものがこの小顔スイッチ体験会になってます。でこの体験会なんですけれども、今早割っていうのをやってまして、7月7日日曜日までに、参加申し込みされた方は、3000円になってますけれども、それ以降は、5000円に通常の料金に戻っちゃいますんで、お早めにというか、行こうと思ったけどまだやってなかったっていう方はお早めに手続きをね、事務局の方にしてください。はい、まあ、正直早割がどうこうというよりかはちょっと枠がなくなってきちゃってるんで、はい、今ちょっとこの動画アップした時点で何人か分かんないですけど280人ぐらい申し込みいただいてるんですね。本当にありがたい話で、はい、で正直な話、まあ、ぶっちゃけ言うと300ぐらいを見てるんで20ぐらいしか枠がないです。はい、申し訳ないですけれども、やっぱりね早く申し込まれた方もおられますんでね、はい、なんでまあとりあえず7月7日ね、このタイミングまでに、ぜひ、ちょっと安くなってますんで、申し込んでいただいたらなと、思っております。はい、で小顔スイッチがね、あなたのサロンの武器になってくれれば僕はもう一番嬉しいので、はい、そういった、方ですね、やってみたいという方、武器にしたいという方は、ぜひご参加ください。それでは失礼します。